はい、皆さん、こんにちはかな、もう、ちょっと暗いですね、ちょっと待ってください。ちょっと音楽ないですけど、珍しくツイッターライブを始めます。ツイッターライブ頑張ります。よいしょ、ちょっとずれて、よいしょ、段取り悪くてすいません。たまにはね、ツイッターライブをやってみようかなと企てております。はい、ちょっと傾いてますかね。ちょっと下が暗いですよね。なんでこの暗いかな。よいしょ、なんか下が暗いですね。まあ頑張ります。よろしくお願いします。墨とアクリルの融合へ書いていきます。使うのはこれです。でかいです。墨用のでかいやつです。まず墨を湿らせて、筆を湿らせて、書いていきます。お声掛けできないけど申し訳ないです。とりあえず墨とアクリルの融合です。よいしょ。抽象画なんで字じゃない、字ではないです。とりあえず心の文字みたいなもんですね。叫びを字にするみたいな、字というか象形文字のようなもんですかね。もう筆の赴くままにやるんで、ちょっと瞑想します。今回国際書画展に、絵を出させていただいております。墨とアクリルの融合にパールを入れてます。どんな絵になるかね、どんな絵の評価になるのかちょっと分かりませんけど、でちょっとここで不意に思いつきますね。私すみません。でちょっと湿らせて、こちらから打ち水をします。心の文字、まあ心の思いとか叫びとか抽象画を墨で書くみたいなもんなんで、けど墨の力っていうのはすごく深いです。感じで、それでちょっといつもね、この墨を使ってこの模様を描くのが好きで、今これをやろうとしてます。墨の筆がこう踊るような感じ。
誰に教えられたわけでもないです。思いのままです。墨の筆を踊らせます。はい、これちょっとやかましい、すいません。ドライヤー使います。ドライヤーで乾かしていきます。これ一番大事ですね。ドライヤーで乾かす、一番大事です。炭は一過性なんで、模様を描いたらその上に模様が残ります。篠田東光さんに教えられたことも多いです。はい、こんな感じで乾きました。はい、ここからアクリルをのせていきます。よいしょ。まあ、まず普通にいきなり白ここ大事ですけど、手でやります。炭は手で作られるって。それに対して手で色を入れていきます。まあ、炭に対する心構えというか、気持ちというか、ありがとうの感謝も込めて手で描きます。まあ時期が時期なんでね。今金をこう、コパーですね。パールですね。私の絵はリフレクションアートって言って反射を使った色彩画が多いので、燃えるようなこの自分の気持ちを絵に込めます。これ前置きとか何もないです。心のままに書いてます。お値段、とりあえず欲しい方はメッセージにて受け付けてます。今回国際商画展、すごく評判がいいというお声をいただいております。炭の持つね、この黒さをあまり汚したくないけど、まあ融合なんでね、そこは仕方ないですけど。
で、ウルトラマリン、よく釣りの時にはあの竿先をこう指の先のような感覚で使えってよく教えたりもしてました。それと一緒ですね。絵の具をこう自分の指が筆になったような気分で絵を描いていきます。アートは基本分かってもらいたくて描くんじゃなくて、気持ちが伝わればいいなと思いながら描いてますけど、ここのどっかにやっぱり伝わってほしいっていう思いもあります。そうですね、好きなこの紫、ちょっと燃える紫、燃える紫、配色はねとりあえず自分のも完成です。どの色にしようとかそういうのはね、その時の気持ちですね。自然に見た色をそのまま写すのでは私は飽き足らず、自然の緑をも緑で描かないで赤で描いたりとか、そこに抽象の意味もあります。ライラックのパールですね。ライラックパールですね。ライラックパール。ほぼ透明に近いような紫色ですね。真っ白いんですけどパールなんです。これは 見た目じゃ分からないと思いますけど、光ります。輝きます。アンティークゴールドっていう黒色をしたパールですね。リフレクションアートっていうのを私が考えたんですけど、光によって色彩を変えるので毎日絵がコロコロ変わるっていう面白さがあります。その時々による人の気持ちによって色を変えると一緒のイメージですね。人の心は変わりやすく、それをパールで表現するっていう
シルバーをちょっとシルバー、もう一種類ですね、もう一種類何か入れようかなと思ってます。もう一種類何かないかな。そうですね。あ、対極でこの青をここに入れましょうか。これはターコイズパール。全部塗りつぶしちゃわないで、ここで墨を使います。ジャクソン・ポロックみたいなんて言わないでください。とりあえずこれも表現の一つです。ただ綺麗なだけじゃ嫌なんです。綺麗さの中にも汚れてもいいんです。汚しすぎないドライヤーしてきます。はい、できました。
私が映ってはダメなので、よいしょ、こんな感じでどうでしょうか。炭がリフレクションします。炭というかカラーパールがリフレクションします。その炭の色と炭の色とそのパールのこの融合、炭は本当は真っ黒じゃないんです。いろんな色があるんです。黒の中にもいろんな色があります。でもその黒っていうのとその濃淡をこのパールとうまい具合に重ねます。こんな感じでどうでしょうか。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。